こんにちは、えー、それでは本日は、えー、2019年専属学園中学校の極性入試算数の問題を1台解説していこうと思います。えー、今回はですね扱う問題はですね、えー、サブ差集め算、えー、別に過不足算と言われたりもするような特殊算の一、えー、つの問題です。えーまあ、苦手にする設算の多い単元ではあるんですけれども、しっかり図式化してあげて、えー、差を まあ差集め算といいうぐらいなので差をしっかり捉えてあげると、決して内容的に難しい問題ではないので、えー、しっかり理解して問題を解けるようにしていきましょう。えー、早速、今回の問題に進んでいきたいと思います。生徒は一脚に5人ずつ座ると、最後の一脚には3人が座り。えー、ということで、えー、ちょっと椅子の絵を描いていきますね。まあ、ちょっと椅子というか、ただの長方形なんですけれども。えー、このように、よいしょ。 形で勘弁してください5人ずつ座った場合、5人ずつこう座っていくと、最後の1脚だけ3人になるというふうに言われています。そしてさらに、1脚に4人ずつ座ると13人が座れませんということで、4人ずつ座ると13人が座れませんということで、ここに13人待機している子たちがいる形になります。 えー、そうすると、えー、なぜこんな状態が起きてしまったかということですよね。先ほどバシッと全員座ってたでもかかわらず、なんでこっちは13人も、えー、立っていることになるのか。それはもう明確で、ここで1人減ったから、1人座れなくなった子は立っているということですよね、えー。1人座れなくなった子、1人座れなくなった子、1人座れなくなった子。ということで、もう逆にここは、えー、1人多く座っているので、えー、ここは、えー、一旦た相殺してあげても、えー、構わないんですけれども。 えー、ということで、これあれですね。もう一個ちょっと絵を描いておいた方が分かりやすいかもしれないですね。少々お待ちください。こうして、えー、こうしてあげた方が分かりやすいかもしれません。こうして、もうちょっつ追加してあげましょう。えー、ということで、こちら内でいくと、えー、ここが5人ということですね。えー、なので、ここではまた1人座れなくなりましたと。とただ、ここでは1人多く座っているので、えー ここはちょっとマイナス1、マイナス1、この要は立っている子たちがたくさんいるんですけどここではまあ1人分座っているので、まあ、ちょっとここは1回、えー、無視しておきましょう。そうすると、えー、要はここが13ということですね。そうすると結局、椅子はいくつあったかというと、まあ、ここの1つ、ここの1つをカウントしてあげて、椅子は全部で15脚ということが分かります。 なので、今求めろって言われている生,、えー、生徒の人数ですね。生徒の人数は、えー、どちらでも構いません。4人ずつ座ると13人座れないということなので、15客、100×4 人、えー、とプラス13。ということで、60プラス13で73人の生徒がいると、えー、いうことが分かります、えー。いかがだったでしょうか。えー、このようにですね、あの今回、じゃあ13人なんで座れなくなったんだろうということを、えー、考えてあげる。そうすると、ここで1人立った、1人立った、1人立った。 という,ふうに考えていってあげると、まあ、今回、ですね、最後のところ、ここでしっかりと相殺されるということだけしっかり見抜いてあげれば、あここで13人生徒が立ち上がっていったんだなということが分かるので、椅子の客数ですね、今回はこの客数が15客だということが、この絵からも見て取れるんじゃないかなと思います。えー、椅子の客数がさえ分かれば、生徒の人数あとは簡単な計算で求められるので、えー、今回のようにです、ねあの、なぜその差が生まれたのか。 という原因をこういった図を使いながら解明していただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますそれでは本日の解説は以上になります本日はありがとうございました